チャンネル登録およびメンバーシップへの登録をお願いします。皆さんこんにちは、ひろげです。はい、今回動画のタイトルの通りなんですけど、私主催の徳島ブリックランドの感想についてでございます。はい、今年の11月の25日と26日に徳島のルピアで私主催の徳島ブリックランドを開催しました。僕もこうやって人呼んでレゴオフ会するのは初めてだったんで、まぁ、ちょっといろいろと、まぁ、ちょっと迷惑かけたところもあったかもしれないんですけど、2日間とも無事に終了いたしました。ご来場してくださってありがとうございます。まぁ、結論言いますと、徳島ブリックランドは個人的には成功した方かなって思っております。僕が一番嬉しかったのは、徳島県でレゴビルダーさんたちが何人もいたのと、あとはやっぱ JBF を運営している K ラグのメンバーの皆様が来てくれて、僕主体の TBL はもう大いに盛り上がりました。ちなみになんですけど、徳島ブリックランド来年開催することが決定しました。来年開催につきましては今年の TBL の反省点を生かして来年はもっといい感じにしようと思っております。ちなみに来場者数なんですけど、ざっくり合わせて60人ほど来てくれました。初めてのオフ会で、60人ぐらいというのはまあまあ来た方なんじゃないかなって思っております。で、作品のレポートの動画につきましてはまた近日中に公開しますので、ぜひこちらをご覧ください。で、あと最後になるんですけど、参加ビルダーさんおよび K ラグの皆さんにもう一度謝りたいと思います。申し訳ございませんでした。実を言うと TBL の前日の24日に私1時間半遅刻しました。遅刻の理由なんですけど、向かう道中に車で行ったんですけど、車でルピアに向かう道中になんとタイヤがパンクしました。もうほぼバースト状態で、もう完全に交換しなくちゃいけなくなってしまって、1箇所だけかなって思ったら、まさかのやっぱ全部買えないとまずいってタイヤ館の人に言われて、全部買いました。で、それで1時間半遅刻しました。もうほっと申し訳ございませんでした。実は言うと僕12月に友達と大阪旅行行くんですけど、時にもしパンクしてたらもうやばかったんで、時にパンクしてちょっと良かったかなって思っております。来年の JBF と TBL に向かう際は空気圧やタイヤのチェックを怠らないようにしようと思っております。で、あと最後になるんですけど、実は皆さんに一つ報告があります。私ひろげ、セットをついに手に入れることができました。それがこちら。はい、こちらのブラックトロンクルーザーです。はい、やっとこちらのセットを手に入れました。ちなみにこちらはメルカリで4000円ちょっとで買いました。実は言うと僕このセットめちゃくちゃ欲しくて、それを言いますのも、来年の JBF の新作の変形合体レゴロボは、このブラックトロンと以前紹介したクラシックスペースを題材にしたロボにしたいので、どうしてもブラックトロンのマークとかパーツが欲しかったのでこれを買いました。ちなみにこちらの動画今年中に公開したいと思います。はい、ということで僕主催の徳島ブリックランド第1回目のレポートは以上になります。先ほども言ったんですけど、徳島ブリックランドは来年もルピアで開催したいと思います。よく言えば来年は、もうちょっと規模をでかくしてやりたいかなと思っております。僕もこういうオフ会をやってやったことないことやれたのでめちゃくちゃ自信がつきました。来年の JBF は絶対に参加しますので、それまでには新作の変形合体ロボやちょっと本物を追求した設計製図のプレゼンをやろうと思ってますので、楽しみにお待ちください。僕といたしましては20233年の間で一番やりきったのと一番ちょっとやばかったなって思っております。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。